がしてくれたトマパイに出会えたことは私の人生でも大きな出来事の一つでした。生まれて初めてアイドルの CD を買いました。スーザンサンキュー。ということでお聞きいただいたのは私ジェーンスーが、作詞およびですねプロデュースに関わっておりましたガールズユニットトマトゥンパインのキャプテンは君だでした。さあというわけでこの番組 J2 相談を踊るではメインパーソナリティの私の代わりに番組の進行をしてついでに相談についても一緒に考えてくれるという画期的な MC 代行システムを採用しております。今夜番組のグランドフィナーレを飾る代行 MC は記念すべき初回の代行 MC も担当したこの方です。こんばんは。全数の最終回を見届けに参りました TBS アナウンサーの堀美香です。どうぞよろしくお願いいたします。イエーイ。解釈人としてね、はい、呼ばれたというわけ ですね。千秋楽に招いていただきまして、はい、ありがとうございました。頑張ります。そうですね、綱取ってくださいよ。ギュッと脱ぎますよ。よろしくお願いします。そしてですね、私のぼりトロフィー余計なものを散々作ってまいりましたが、参りました。今回も忘れてはおりません。今回あなたのために用意しましたのはお前かすり傷で済むと思うなよ。今回ジェンスーさんのために用意いたしましたのはこちら歌のプレゼントとなっております。この方ご用意いたしました。どうぞお入りください。どちら様ですか。 こんにちは。あれあのちょっとスタジオにですね完全なる、はい、タキシード姿の男性がちょっと滑覆のいい、はい、この方バリトンの宮城島光さんというですね。はじめまして宮城島さん、はい、実は私も1回しか会ったことがありませんが、ひどい。またそういう乱暴なことしてきたの。ある司会の楽屋で、ああすずちゃんの番組どうしようかなと思ったらキロンと彼が目の前に立ってましたので、すぐスカウトして、はい、すぐ呼んで、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ何かしら関係性が特に全くないです。全然喋ったことないですよね。はい、はい、やった何やんた、はい、突然ですねお呼びしましたので、はい、今日は全数に捧げる歌バリトンバージョン宮城島でございます。よろしくお願いいたします。君の行く道は果てしなく遠いだのになぜ歯を食いしばり冒険に付き合ってくれてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。宮城島さんは、はい、オペラ歌手の方なんですね。そうですね。はい、そうなんですね、はい、こういうお仕事はなかなかないですよね。なかなかないですね。すごいびっくりしました。ね、相談もね、はい、全部この方に答えていただこうかと思ったんですけど、うんうんうん、最終回ですね。ちょっと同情するなら金をくれ、ちょっとアドリブでなんか歌っていただいていいですか。じゃあ、お墓の前で泣かないやつをお願いしてもいいですか。お墓の前で泣かないでください。泣きません。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、はい、大丈夫です。ということで、宮城島さんから、はい、全数さんに送る若者たちでございました。ありがとうございました、オペラ歌手の宮城島光さんでした。ありがとうございました。宮城島さんこれだけ、はい、これだけひどい。堀井さんひどい。これだけでもずっとちょっと座ってていただきましょうよ、うん、よかったら番組聞いてってくださいね、はい、帰らないでね。ラジオなのにタキシードもに着替えてた。そうなんです。君の行く道はでもさすがでした ね響きましたね。墓の前でも泣かない感じだってすごいね、はい、素晴らしいですね。素晴らしい。ありがとうございます、はい、今回は消え物でよかったです。あ、そうですか。聞いて感動で持ち帰らなくて、あなたからもらったトロフィー今回の引っ越しでもさ、はい、持ってったよ結局。ありがとうございます。捨てらんないわ。あんなもん、ね、何のトロフィーでしたっけ。なんかサッカーのトロフィーでした。優勝トロフィー。優勝トロフィー。そうですね、捨てないでくださいよ、ね、ちょっと天気が上がっちゃって。最終回しっとり大人の女性をお届けする番組としてやっていきましょう。集中していきましょう。それでは代行 MC の堀井さん、番組説明をお願いします。わかりました。当番組ジェンス相談を取るは
週末お悩み解消系ラジオ、シリアスな悩みから身の回りのほほほな悩みまで、リスナーの皆様からいただいた相談に次から次へと乗っていきます。その他にもこんなコーナーがあります。7時40分頃からはお悩みガールズ白書、今夜は職場までの通勤時間についてのアンケートをご紹介。8時30分頃からのお悩み時空パトロールでは、この番組の第1回の放送でご紹介した相談をピックアップしていきます。2年前の私たちは何と答えていたんでしょうか。そして番組ではメッセージも受け付け中です。冒頭の全審査へのトークへのリアクションや最終回に寄せての感想など何でも送ってください。宛先です。メールの方は sd@tbs.co.jp sd@tbs.co.jp、 ファクシミリの方は東京03-5562-0954、電話で相談したいという方は電話番号もどうぞ書いてください。メッセージを紹介させていただいたすべての方に番組特製ステッカーとお悩みを読まれた方には、足裏に夜貼って朝すっきり足リラシートもプレゼントしますので、メッセージにはおところお名前もどうぞお忘れなく。それでは9時までの生放送、ジェンス相談を踊る最終回、ジェンスと堀井美香です。レッドジャスレッド呼ばなくていいんだよ、もう最終回だもん。ジェンス、相談が踊る。さあ、早速お悩みいただいております、はい、TBS ラジオジェンス相談の踊る、最初の最後の英語で息整えていこうか、最初の最後の今夜最初の相談でございます。はい、悩める妻さん、女性の方からいただきました。ありがとうございます。ジェンスさん、はじめまして。はじめまして、はい、去年の10月から夫と暮らし始めて、2月に式を挙げたばかりの新妻です。いつも夫と一緒にラジオを楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。相談ですが、同居前は真面目だった夫がどんどん変態になっていきます。洗濯物を畳んでいる最中に私のおパンティを頭にかぶることが何回かあり、先日に至っては私の留守中にアマゾンから届いたストッキングを頭にかぶったという報告を LINE にしてくるという始末です。こんなことは友達にも相談できずに悩んでいます。夫の変態を止めるにはどうしたらいいでしょうか。悩める妻より、ということでいただきました。堀井さんの旦那さんは何をかぶるんですか。と、あ、うちは帽子もかぶらないですね、はい、割とあの毛がふさふさしてるんで、かぶらず隠すことなくっていうことですね。やっぱかぶり物好きな人は多いですよね。そうですね、まあ、ストッキングをかぶるかパンツをかぶるかっていうところだとなかなか難しいと思うんですけど、じゃ あのお宅の旦那様は何も変態行為はなさらないの。しないですね。あ、割と、はい、割とクールに。あ、はい、そうなんですね。そうですね。まあ、堀さんが変態だからいいのかも。そうですね、釣り合いが取れてますね。私はやっぱり洗濯物を畳みながらパンツのところに両手を手入れて、うさぎーとか言ってもう畳んだりします。かわいそう、かわいそうな堀さん。いやでもなんかこういうさ、おふざけってやりたくなる、ね、そうです、そうです、かわいらしいでしょ。だって嫌がってこうつまんまれるよりいいでしょ、旦那さんにね、パンティーとかね、ストッキングを。だからまあかぶり物が好きだから、ちょっと違うかぶり物を用意してあげるっていうのはいいんじゃないですか。確かにね、あなたかぶるんだったらこっちよっていうことで、はい、あと、あの、もしくはかぶる用のパンティーっていうのを別に用意してあげる。